どうも、おたつです。普段はサラリーマンをしながらゲーミングデバイスをレビューするブログ、ゆとりーまん .com を運営させていただいております。というわけで、今回なんですけれど、こちら、ベイアダイナミックから販売されている DT770 Pro をレビューしていきたいと思います。ゲーマーの皆さんがね、ベイアダイナミックと聞いて、おそらくね、想像されるのは、忍者が使ってるね、DT990 Pro だと思うんですけど、その製品ね、250オームっていうね、かなり高いインピーダンスが設定されてて、そのね、アンプがないと鳴らせんっていうのがね、結構ネックなんですよ。ですが、今回ね、僕が購入したこちら、DT770 Pro であればね、インピーダンスっていうのがね、選べるようになってまして、で自分のね用途に合わせてチョイスすることができるようになっております。今回ね僕が購入したのはまあねゲームとか、まあ、音楽を、ね、手軽に聴きたいっていうね用途で購入してるんで、この中でもね一番低い32オームをね選択しました。なんでねどっちかといえばまあモバイル機器とかでもかなりね鳴らしやすいヘッドホンになっております。でインピーダンスって何ってね思われる方いると思うんですけど、インピーダンスっていうのはまあねこれ数値が大きいほど電流が流れにくくて、数値が小さいほど電流が流れやすい。でまあ簡単に言うと32オームだったら音量っていうのがねかなりね取りやすいよっていうようなね認識をしていただいて大丈夫かと思います。というわけでねこの動画でお話ししていく内容になるんですけれど、まずね DT770 Pro 32オームについて、そして実際にこの製品をね使用した感想で、最後に DT770 Pro 32オームはどんな人におすすめかっていうのをねお話ししていきたいと思います。こんな感じでね僕のチャンネルではゲームに関わる情報を中心に発信させていただいております。ゲームやねゲーミングデバイスに興味を持たれている方はぜひねチャンネル登録してゆとりーまんチャンネルの一員になりましょう。それではね DT770 Pro 32オームについて見ていきましょう。はい、まずはね内容物から見ていきましょう。はい、内容物としてはこんな感じです。まずねこの袋が入ってるんですよね。袋が入ってて、こちらが本体で、もう一個あるんですけど、ここにね挿すあの 6.5mm のねプラグですかね。今これ 3.5mm のプラグだと思うんですけど、まあ大きいプラグ、まあ皆さん大体わかると思うんですけど、そういうのが付属しています。まあ内容物としてはね、まあかなりシンプルなんで、まあモニターヘッドホンだなぁとね思わせられるようなね見た目ですよね。でまあ別にねこれまあダサくもねかっこよくもないようなね見た目してますね。でまあ袋とかもねちょっと見ていただいたらわかるんですけど、これ面白いんですよ。名前とかね書くようになってて、何なんだろうなこれ。ちょっとあの小学生の頃にね書いてたこの名前のところとかね思い出しますね。というわけでねヘッドセットの仕様についてまあちょっとザザッとお話ししていきます。まずねタイプとしてはこれ密閉型です。はい、ハウジングは閉じてます。でインピーダンスは32オームで、感度に関しては96デシベル、周波数特性としては 5Hz から 35000Hz で、ドライバーはダイナミックドライバーが使われています。で本体重量なんですけどこれ 270g で結構ね軽い方です。で接続方法は、まあ、先ほども見ていただいた通り、こちら 3.5mm のプラグか、まあ、変換プラグを使ってね大きいプラグで接続することができるようになっております。で価格としてはね、まあ、2万円ぐらいするんですけど、まあ、結構ねあの上下するんで、まあ、安い時にね買っていただいたら結構ねお得に買えるんじゃないのかなと思います。まあ価格はね DT990 Pro がね確かね1万2、3000円だったと思うんで、若干ね値段としては上がってしまうんですけど、まあ鳴らしやすさを考えたらね DT770 Pro 全然ねコスパは悪くないんじゃないのかなと思います。というわけでね全体を見ていきましょう。こちらね、まあ、横から見るとね、まあ、DT770 Pro 32オームってねかなりね分かりやすく書かれてます。まあ当然なんですけどハウジングさっきも言ったように閉じてるんでしっかりね密閉されてます。これなんか何なんだろうね、ちょっと傷があるようなね加工されてるんですよね。初めからなんていうか、なんか触った感じはただのプラスチックなんですけど、なんていうかね革のようなね見た目ですよね。で正面からね見るとこんな感じです。結構ねクッションとかがねふかふかしているように見えますよね。結構ね厚めのイヤーパッドとかもついてるんで、まあつけ心地としてはそんな悪くないんじゃないのかなという感じがしますよね。でまあヘッドクッションの部分しっかり見ていきましょう。はい、こんな感じです。結構ね厚いです。で上の部分がねここ取れるようになってて、まあ、ベイアダイナミックのねヘッドホンとか大体ねここ取れるようになってて、まあ、劣化したらまたねあの新しいのつけて、まあ、使えますよっていうようなね感じなのかなっていう感じです。まあ、ヘッドクッションの部分もねこれ DT990 Pro とおそらくね
同じような感じで使われてるんで、ちょっと今ここ MMX300 あるんで見てみようか。あ、ちょっと違うな。これなんかパッチパッチなんか止める分なんだけど、 MMX300 はこのベリベリですね。まあちょっと違うみたいですね。ゲーム用のものとモニター用のものっていうのは違うらしいです。で、ここね、サイズ調整できるようになってまして、これ、ここでね、サイズ調整できます。結構ね、簡単に伸びるようになってるんで、かなりね、頭大きい人でもね、装着できるんじゃないのかなと思います。で、イヤーパッド見ましょう。はい、こんな感じですね。結構ね、ふかふかはしてるんですが、まあ、ややね、ちょっと触り心地としては硬めかなっていう印象を受けるかもしれないですね。まあ、十分ね、厚みあるんで、おそらくね、耳は痛くはならないんじゃないのかなっていう感じですね。で、まあ、製品の特徴をね、最後にザザッとおさらいしとくと、まあ、今回ね、僕が購入した32オームっていうのはね、モバイル機器で鳴らしやすい。で、この製品に関してはインピーダンスっていうのをね、32オーム、80オーム、250オームの中から選べるようになってます。で、ケーブル、さっきちょっと説明してなかったんですけど、これね、1.6 メートルのね、ストレートケーブルがついてるんで、かなりね、取り回しがいいモニターヘッドホンだと思います。まあ、モニターヘッドホンってね、割とカールケーブルついてるの多いんですよ。このぐるぐるぐるってなってるやつですね。DT990 Pro のね、動画見ていただいた方はわかると思うんですけど、結構あれね、取り回し悪いんですよ。なんでね、ストレートケーブルっていうのはね、かなり扱いやすいと僕はね、思ってます。以上がね、DT770 Pro についてになります。はい、というわけでね、続いて実際に DT770 Pro を使った感想についてお話しさせていただこうと思います。僕はね、 DT990 Pro も持ってるんですけど、まあ、このね、 DT770 Pro を実際に使ってみて思ったことをね、一言で伝えると、見た目むっちゃ似てるじゃないですか。でも似てても全然違うようなね、特性を持ったね、ヘッドホンだなと感じました。まあ、付け心地とか音質とかをね、ザザーっとね、お伝えしとくと、この DT770 Pro の付け心地なんですが、これ付属のパッドっていうのは正直ね、微妙です。で、ベロア製に付け替えるとかなり良くなるかなと思いました。これ DT770 ベロア製ですね。これに付け替えるといいのかなと思います。で、全体の質感なんですけど、まあ正直ね、高級感っていうのはね、これ見ていただいて感じないと思うんですよね。ただハンドメイド、ドイツでこれ全部作られてるんで、かなりね、かっちりしてます。なんで、まあ全体の質感としては悪くはないのかなと思いますね。で、音質なんですけど、これ特定の音っていうのを強調する鳴り方ではないんですが、まあ高音っていうのはね、やや強めに出てるのかなと思います。まあ、割とね、全体的に結構いろんな音聞こえるようなね、ヘッドホンだなって思ってます。以上はもうね、ザザッと使った感想をお伝えするとそんな感じです。続いてね、細かい感想を2点ほどお伝えさせていただこうと思います。まず1点目ね、これ簡単に鳴らせる上に音がね、はっきりしてるんですよ。なんでね、音の聞き分けっていうのがかなりしやすいなって思いました。DT990 Pro をね、これゲーム用としてね、僕買ったんですけど、正直ね、このミックスアンプとか、じゃあね、まあ当然かもしれないんですけど、まあこのインピーダンスとかが高すぎてね、鳴らせれてる感じっていうのが全然なかったんですよ。ですが、まあこの DT770 Pro であればね、もう簡単にね、鳴らすことができてます。まあモバイル用途っていうのもあるんで、まあ少ないね、電力でね、まあ鳴らすことができるヘッドホンなんだなとは思うんですけれど、これね、 PS4 コントローラーとかにね、直接挿しても全然いい感じで音取れます。なんでね、まあ、このアンプとか持ってない人でも割とね、おすすめできるんじゃないのかなって感じもしますね。で、音質について少し細かく伝えとくと、高域とかね、低域がね、まあはっきり聞こえますね。で、やや高音っていうのは、まあさっきも言った通り強め。で、音が被らないんで、これね、聞き分けしやすいです。で、音楽で使ってみると、各楽器の音っていうのがね、結構分離してね、聞こえるんですよね。まあ高音からね、低音までしっかり出てって、これはね、ゲームでも正直有利になるなと思いました。FPS とかね、 TPS でほんと敵の位置把握しやすかったです。でね、音がはっきりしてるんで、まあ環境音とかにもね、そんなに邪魔されずに、まあしっかりね、 Apex Legends で使った限りでは索敵することができたなって思いました。まあデメリットとしては、まあヘッドホンじゃないんで、これ別でね、マイクを用意する必要ってのはあるんですけど、まあ音楽もね、ゲームも手軽に高音質で楽しみたいっていう方にはね、かなり向いてるヘッドホンなんじゃないのかなと思います。もしね、これセットで買われるんだったら、別の動画でもね、レビューさせてもらってる FOX マイクっていうのとね、合わせ替えをしていただくといいと思います。続いて2点目、イヤーパッドはね、
DT990 Pro みたいなベラー製の方がいいかなって思いました。で DT770 Pro は密閉型なんで、まあ遮音性っていうのはね当然意識されてると思うんですよ。なんでこの PU レザーのパッドが採用されてます。まあこれのね肌触りがね何とも言えないんですよね。まあ、別に悪くはないんですけど、ちょっとね安っぽいかなって感じがします。まあこのね DT990 Pro とかに使われてるこのベロア製だったり、まあ MMX300 に使われてるこのねベロア製っていうのはねかなりね肌触りよくって、まあ、特にこの990 Pro の方がね僕はね肌触りいいなって思ってます。なんで僕ねこれ一時期ねこれ DT770 とねプロ DT990 Pro のこのねパッド変えて使ってました。そしたらね、まあ、遮音性っていうのはねちょっと変わってくるんですけど、かなりね使いやすいなって思いましたね。で一応ねイヤーパッドで変わることについても解説しとくと、まあ PU レザーこういうレザーのものっていうのは付け心地はねちょっと微妙になってしまう製品もあるんですが、遮音性っていうのがねかなり高いです。でベラー製なんですけど、まあ付け心地はかなり僕はねいいって感じるんですが、遮音性はねやっぱこのレザー製にね比べると劣るなっていう感じです。まあ聞こえ方っていうのはね人それぞれ好みがあるんでね、まあ自分に合うものをねチョイスして使っていただいてもいいんじゃないのかなと思います。まあ替えのパッドはねこれ僕 DT770 Pro 当分使おうと思ってるんで、正直買ってみようかなって思ってます。まあねぜひねこれ買われるんだったらね一緒にベラー製のねパッドも買っていただいたらいいんじゃないのかなと思っております。というわけで以上がね実際に使用した感想になります。はい、ここまでね動画ご視聴いただきありがとうございます。今回のね動画もほとんど終わりに近づいてきました。というわけでね最後に、まあ、この DT770 Pro をねおすすめできる人はどんな人かっていうところをねお話しして、この動画もね、締めたいと思います。まあ僕ねこの DT770 Pro モニターヘッドホンはね今まで割と何種類か使ってきました。今ちょっとザザッと出せるものだと、まあ、ここにあるシュアのちょっと結構古いんですけど SRH440 とかね、まあまあいろいろ使ってきました。で、まあ、DT770 Pro はねまあ鳴らしやすさとかを考えるとまあダントツで本当いいと思いました。まあ少し前にねこれ990のレビューもしてるんですけど、まあ、正直これかなり鳴らしづらいです。でもね DT770 本当に鳴らしやすいんで、まあその点ね、まあ、ゲームとか、まあ、音楽を、まあ、モバイルとかね、まあ、手軽にあの使いたいっていう方にはね、まあ、この製品かなりねいいんじゃないのかなと思いました。で、まあ、この製品おすすめしたい人なんですけれど、まあ、音楽もね聞くしゲームもプレイしたい人で、外付けのねサウンドカードを、まあ、所持していない人にも勧めたいなと思ってます。でボイチャーはねもう USB マイクでするから別にヘッドセットじゃなくていいよっていう人にもねおすすめしたいなという感じです。まあ、ぜひねこんな方はね検討していただいてもいいんじゃないのかなと思います。はい、というわけで今回の動画は以上になるんですが、今回の動画がな少しでもいいなって思ったらねぜひねいいねボタンポチッと押していただいてチャンネル登録してやってください。そしてね、まあ、質問等ねいただいたらコメント欄ではね返せる限り、まあ、最近頑張って返させてもらってます。まあ、今後もねゲーマーの役に立つ情報っていうのを発信させていただいておりますので、今のうちにチャンネルのねメンバーになっていただければなと思います。それではまた次回お会いしましょう。またね。